ショーン・マク・ブライド、ショーン・マク・ブライド、ショーン・マク・ブライド、1904年1月26日から1988年1月15日はアイルランドの国際政治家である。アイルランドの国内政治家として経験を積んだ後、20世紀初頭に国際連合、欧州評議会、アムネスティ・インターナショナルなどを含めた多くの非政府組織を創設、参加した。 1974年にはノーベル平和賞を、1975年にはアメリカ正義メダルを、1975年から1976年にはレーニン平和賞を、1980年にはユネスコシルバーメダルを受賞した。マクブライドは1904年に軍人のと革命家で女優のの間にパリで生まれた。1916年に父親が イースター放棄で処刑されるまでそこに住み、後にアイルランドの学校に通った。1919年15歳の時に軍事組織に加入し、アイルランド独立戦争中は活発に活動した。1921年の AI 条約には反対し、アイルランド自由国により収監もされた。これ以外にも彼は何度も収監され、1924年に 釈放されると、1926年に、ダブリンに戻るまでパリとロンドンで、ジャーナリストとして働いた。彼は法律を勉強し、アイルランド共和軍、IRA の活動に戻って24歳で、チーフスタッフとなった。1934年に、ベルファストのプロテスタント教徒がボーデンズタウンまで、更新し、横断幕を押収した IRA と小競り合いになった。 彼は1937年に裁判にかけられ、後に IRA を抜けた。しかし彼はその後も IRA の政治犯の弁護をしばしば担当した。1946年、マクブライドはアイルランドの共和統計政党であるフィアナ・フォイルに置き換わることを期待して、を設立した。1947年10月、ダブリン選挙区の補選で、ウラクタス、アイルランド議会のドイルエアラン、 下院議員に初当選した。同じ日にもクロン・ NA ・パブラックタから当選した。しかし1948年の選挙では、党は10議席しか取れず、労働統計のフィンゲールと合併した。クロン・ NA ・パブラックタの2人の議員も入閣し、マクブライドは外務大臣は厚生大臣になった。マクブライドが外務大臣の時、欧州評議会は、 人権と基本的自由の保護のための条約をまとめた。彼は1949年から1950年まで欧州評議会の大臣会議の議長を務め、1950年11月4日にローマで署名された、この条約の成立に尽力した。1948年から1951年には経済協力開発機構の副議長を務め、来た。 大西洋条約機構へのアイルランドの参加を阻止した。1949年、彼はアイルランド共和国の建国を宣言し、4月18日イースターの月曜日にアイルランド自由国はイギリス連邦から脱退してアイルランド共和国となった。1951年の選挙でクロン・エヌベエ・パブラックタは議席を2つに減らした。 マクブライド自身は議席を守り、1954年の選挙でも当選したが、1957年と1961年の選挙で落選し、それ以降は弁護士としての活動に専念することになった。マクブライドはアムネスティ・インターナショナルの創立メンバーの一人で代表も務めた。また、 国際法律会委員会の事務局長を1963年から1971年まで務め国際平和ビューローの会長にも選ばれた。アフリカ統一機構の憲法やイギリスのアフリカ植民地で最初に独立したガーナの最初の憲法も起草した。またマクブライドが提唱した国際連合機関には次のようなものがある。 マクブライドは1950年代から1970年代にかけて世界的な人権問題に関して精力的に活動した。1958年に数百人の IRA の容疑者が裁判なしに拘禁されると彼は欧州人権裁判所に提訴した。またという組織を立ち上げハンガリー動乱後の見せしめ裁判を傍聴した。この組織は 後の国際法律会委員会の元となった。彼は両親の囚人を含む人権問題を扱ういくつもの国際組織で活動した。彼はアムネスティ・インターナショナルの創設にも参加し、1961年から1974年まで国際的な代表を務めた。1963年から1970年には、 国際法律会委員会の事務局長としても多くの他の非政府組織と共同運動を進めた。また、ジュネーブの国際平和ビューローの代表としても活動している。1973年国際連合総会により国際連合事務総長補佐としてナミビアのコミッショナーに選ばれた。父ジョン・マクブライドが第二次防ア戦争で防ア人のために イギリス兵と戦っていたため、マクブライドは南アフリカ共和国のアパルトヘイト政権との特別なルートを持っていた。1977年には国際連合教育科学文化機関ユネスコ、ユネスコのコミュニケーション問題研究国際委員会の委員長となり、1980年にその最終報告書をまとめた。同年、マクブライドは ユネスコの議長に指名された。1974年に彼は、不公正と戦うことによって、国際社会に良心をもたらしたことを理由に、ノーベル平和賞を受賞した。後に、アメリカ正義メダル、レーニン平和賞、ユネスコシルバーメダルも受賞した。1980年代に彼は、国際平和ビューローとの支援を受けて、核戦争に対する、 弁護士からのアピールを開始した。インターナショナルプログレスオーガニゼーションの、らと共に彼は、国際連合総会へ、国際司法裁判所に、核兵器の合法性についての意見を求める決議を、するようロビー活動を行った。1996年には、国際司法裁判所から、核兵器の威嚇、または使用の合法性告げ的意見が下された。1984年、 マクブライドは、を提案した。北、アイルランドでのカトリック教徒に対する雇用差別が解消されるよう考案されたもので、採用や解雇にあたって、宗教的マイノリティを不利に扱わないようにする、よう具体的な提言を行い、アメリカ合衆国内やシンフェイン等からの広範な支持を得たが、アイルランド、イギリス両政府、及びナショナリスト、大まかに、カトリック側と考えていの政党である社会、 民主労働党を含む北アイルランドの政党の大半からは実現性が低く非生産的であると批判された。このように提案は成功したとは言い難いが、1980年代に英国政府の直轄統治下で進められた北アイルランドにおけるカトリック差別解消のための諸改革を間接的に促した功績もある。なお、アメリカでは18州がこの原則を採用し、 宗教差別の解消に取り組んでいる。マクブライドは1988年1月15日、ダブリンで83年の生涯を閉じた。彼は母、妻、息子と共にグラスネービンセメタリーの簡素な墓に葬られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。